は私は労働組合をやっている大橋と言います。今日はですね、最低賃金のことについてお話ししたいと思います。今ニュースなんかでも最低賃金の問題かなり取り上げられていると思います。中央最低賃金審議会という、厚生労働省の下部機関みたいなものですけれども、そこで今審議をやっている、今年の秋からの最低賃金をどうするかと、そういう議論が行われています。で、一応その岸田首相はですね、最低賃金を全国の加重平均で1000円にしたいというふうなことをおっしゃってます。で、今の全国の加重平均というのは961円ですから、それを39円引き上げるということですね。で、これまでだいたい30円前後の引き上げというのはここ数年続いてきたわけですけれども、それをほぼほぼ40円ぐらい今回は引き上げるということが問題になっています。労働側の方はもっと引き上げてくれという話はしてるんですけれども、使用者側というか会社ですね、はとてもいかないということで、それに反対している。今そういうやり取りが中央審議会の中で行われています。本来であれば26日だから昨日ですね、結論を出すということにはなってたんですけれども、結局そのまとまらずにですね、28日に持ち越しということになったようです。仮に政府目標通りにですね、39円上がれば、大阪で言えばですね、今1023円ですから、それが1062円になるということになります。加重平均なのでね、必ず39円上がるかどうかは別として、それに近い金額が上がるということになるかと思います。これまでで言えばかなりの、引き上げになるので、そういう動きは私たちとしても非常に歓迎したいと思っていますけれども、まだまだやっぱり不十分なところもあると。で、仮に1062円大阪でねになったとしても、それでもらえる手取りの金額ですね、額面でおそらく16万強ぐらい、労働時間数にもよるけれども、だいたいフルタイムで働いて16万から17万の間ぐらいになるんです。で、手取りで言えばやっぱり13万円ぐらいになるんじゃないかというふうに思ってますので、やっぱり13万円で生活していくっていうのは大変しんどい。だからもちろんその大幅引き上げ1062円になるということであれば、それは歓迎はしたいけれども、それで十分というわけでもない。私たちとしたら最低賃金1500円というのを目標しています。で、最低賃金1500円だとですね、だいたい額面で1ヶ月24万ぐらいですかね、160時間働くとして、で、手取りで言ったらだいたい20万ぐらい、せめてそれぐらい必要だろうというのが考え方です。だから今回ね、いきなり1500円にするということは難しいとしても、将来的にはやっぱりなるべく速やかに最低賃金1500円というのが目標にしています。で、それ高すぎるんちゃうかと、そんなことやったら会社持たへんのちゃうかというふうなご意見を持たれる方もいらっしゃるかと思います。ただ日本の賃金というのは異様に安いと、国際比較で言っても。で、だいたいアメリカの半分強ぐらいとかで、ドイツと比較しても7割ぐらい年間の所得が、で、お隣の韓国と比較しても、韓国の9割ぐらい、だから韓国よりも低いと、今年間の収入で言えば。で、なぜそういうふうになってるかというと、他の国ではやっぱり徐々に実質賃金ずっと上がり続けてきたわけです。ただ日本ではずっと横ばいの状態が続いて、むしろ低下しているということで、どん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 国際比較で言えば差がついてしまっているというのが今の現状です。で、もちろん中小企業も大変やと思います。私たちも労働組合ですから、所得交渉もやるし、中小企業から経営状態聞いたりします。なかなか余力がないと。で、なぜ余力がないかといえば、一つはね、やっぱり大企業から絞り取られてしまうと、下請けとかやってて納品しててですね、大企業は価格改定、物価高ですからね、いろいろ中小企業だったし費用かかるわけです。電気代だって上がってる、燃料代も上がってる。で、それ価格転嫁できなければ、もうとてもじゃないよ賃金上げる余力がない、それは分かります。
で、日本の構造ってのは大企業がひたすら儲けて、中小企業はもう低空飛行を続けるという構造になっていて、で、労働者はね、大企業に雇用されてる人ってやっぱり一握りです。大多数は中小企業で働いてる。でいう構造の下で、大企業は内部留保金ではもう 何百兆円という溜め込んでるわけです、ね、で一方で中小企業ではもう低空飛行でギリギリでやってると、そういう全体の経済構造とか、ね、でそれに対して例えば中小企業をバックアップするような、あるいはそういう価格改定の、ね、交渉、それを促進するような政策がやっぱり非常に不十分やと思います。でいう中で、もう社内から我慢してくれと、労働者はね、っていうわけにはやっぱり労働組合的にはいかないし、現実にこの社会の中で生活してて、まあ今年の春闘はね、賃上げということがかなり言われましたけれども、実際には賃上げしていない会社なんて山ほどあるわけです。とてもそんな余力がない。でそれは分かりますよ。会社も大変なんです。物価高騰、労働者にだけ及んでるわけじゃなくて、会社にだって及んでるわけです。原材料費は上がる、燃料代も上がる、でいう中で、それは賃上げよりをねする余力がないって、それも分かりますよ。だからといって労働者も生活していけへんと、このままではっていうような状況です。だから最低賃金引き上げというのはね、まあ一部、例えば安倍首相のブレインやった経済学者なんかも、中小企業なら潰れたらいいんやというようなこともおっしゃってますけれども。それはおかしいやろ。そこで働いてる人もいる。中小企業の経営者だって一生懸命やってる。で、やっぱり今のね、いびつな大企業は何百兆円も内部を蓄えて、中小企業はカツカツでやってるというふうな経済構造を変えていくとかね。大企業に対してその中小企業を絞り取ると。それ一定の制限かけていくとかですね。あるいはその中小企業を支援するような経済対策をもっと打っていくとかですね。いうふうな、まあ、いろんなね経済施策と合わせてセットにしながらね、やっぱ最低賃金というのは上げていく必要があると。でそうでもしない限り、一定の強制力がない限り、経済構造なんて変わりようがないので、ということで、私たちはとりあえず今年、まあ、全国加重平均で1000円を超えるような最低賃金を目指す。でさらに近い将来、速やかに最低賃金1500円というのを目指したいと思います。このチャンネルが気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。